はい、と2020年8月23日になりましたということで、12時10分でございます、最終日でございますということで、ちょっと遅刻してちゃっちゃと行きましょうということで、まあ、とりあえず左の感じを折り返しまして、もうデッキわかんねえよ、なんかごちゃ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 書いて、結局この、あ、気づいたらもう11時過ぎて、もうちょっと締めなかんなと言っとる最中で、で、こんな感じにしてみたんですけど、デッキはとりあえず、なんか自分の中では結論出てないということで、47の26、良くないが、すげえ良くないが、うん、良くないな、これ、ちょっと待てよ、絶対良くないが、前へ行きましょうってことで、なんか結論出てない、なんか、よくわかんねえわ、っていうのが結論、火力で行ってさ、やってみてもさ、あの人、なんだ、ムームーだったか、あれ、全属性で全部食らうもんでさ、で、あんまり芋煮がおるわけじゃないもんで、引っかかるっていうわけじゃないから、いや、火のなんていうのをかばうとか、そこら辺全部食らうからさ、秘密やっぱあんたあれなんだね、良くないんだね。で、まあ結局火力構成なんかあんまあれかなと思って、いつもじゃないけど、古屋とかなんか絡めたりとか、こちゃ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 やってたりして、まあなんか勝ったり負け、なんかどれもしっくりこんし、なんかうなるような、いやーじゃないよなと思って、ねえ。こんなものは打てんのか知らんけど。どっちもあれでしょう、大体弾が、弾あれだか、あ、打てたな、あれぐらいなら打てんかなと思って、わかんないけど、ちょ、あっちにしとくわ。この場合多分あれだよね、リスボーより私の方があれだよ、打てるよな、あの色変えてないから、相手が水のままだから、ニューならあれだもんね、あ、回復しても確か打てたよな、あんたヒルズ結構使うんじゃないの、あ、でもあれだな、リスボン生き残りの分かな、あれここら辺まで届きたい、ちょうど宇和島の体力が少ないでよかったけどね、まあ蘇生されるだかんけど、あれが動いとるってことはあそこまで届いてあるんだろうね、まあ、それは風に変わっとるもんな、色変もでも難しいね、やってみると、あそこまでいかんかったか、こうするとこっちを打たなかもね、成績で見てみると良くないな、いや、わかるわ、やっとって、なんかだから全然なんか突き抜け感がないっていうかさ、勝ったり負けたり勝ったり負けたり、なんかあれだよなと思って、なんか勝ってもさ、なんか確信めいた何デッキに対する勝ち方じゃなくて、なんかラッキーパンチで勝ったみたいなさ、で、あまりになんていうの、この回答順とかそのありますが、そこら辺ですごい引っかかるの見とって、だったらこれ逆にそういうの使った方がいいんかなと思ってやりだしたんかな、誰も言ってくれんか、誰も言ってくれんか、あっち行ってくれや私がって思ったんだけど、どっちにしろあの二人行かなあかんで、本当はそこで火力あんまり使いたくないんだけど、あれ、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、あれ、しまった、あ、しまった、あれ、あ、あれ、ちょっと待って、しまった、それじゃなかったんだ、ごめんなさい、ごめんなさい、余裕ぶっこいてたんだけど、しまった、しまったな、あれ、しまった、余裕で当たると思ってたのに、楽勝でよそ見しとった、
これ打てるだれ。まあいいや、使っとくわ。最初はね、これの後ろにあのボスのとこにあいつバターレア使って、でボスを後ろに下げたりしとったの。なかなかあれだな、やっぱあんた得意にしないんだろうな。どっちにしろあれだもんな、一応あれだけど、ここはあれだな、あんたがミスったで頑張んな、まあ、全体かかっててたけるんでもいいよ、そういう時だけは。逆にこんで何にもかかってないとちょっとオーバーキルになるんだよな。予想的には大体モニとかの全体入れると後ろなんか小林先生とかあれアロマとかぐらいを予想するけどね。ちょっと今までのコストを全然あの計算しないであかんけど、うん、もうちょいあれだったんだな、余っとったんだな。As far as given, thanks to, in order to. In order to. ごめんなさい、ありがとうございましたということで。すいません、ありがとうございました。完全にしくったわ。ごめんなさい。ごめんなさい。あ、そうか、どう思うか。あ、そういうことか、そういうことか。言い訳しとって行きましょうということで。で、これさ、デッキ理論じゃないけどさ、またちょっとなんか言い出すけどさ、人がやっとるデッキとかさ、例えば自分が似たような構成やつとかうまくいかん時ではありますが、逆パターンもありますが、私がなんか勝ったとか言っとったデッキとかさ、例えばマネタにしてもさ、いやそれ全然うまくいかねえよ、そんなもんあれだよってありますが、ああいうのってどういうあれなんだろうな、そこら辺、いや昨日、この前も言ってましたが、そういうとこコントロールできんかなって。これってハンコとか打てんのかな？どうなんだろう、こっちとかだったら、知らんけど、ちょっと待ってよ、こっちとかだったら、3000いくつであれなの、どれぐらい、分かってない全然私、どんなもんなのかなと思って、半分ぐらいかななんて思ったりしてんだけど、変えるもんな、まあ一応押しとくけど、変えるよな絶対。ああでもあれか、ニューだけ見や変えた方がいいけど、他のに対する当たりは悪いよな、非3によるから。うん、あれ遅延してくるねいやまたなんだあいつ、ちょっと押したろ、ちょっと押したろ、ちょっと押したろヒルズをあれか遅延してくるか、今日初めて食らったんじゃねえか、あの絵が本当あれだな、なんかグーでパンチしたくなるな。これのタフォンとハードでちょっとあれだよね、紛らわしくない、そんなことないです。
あれ、何あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとさ、あのクソ大仏、またなんかあれだが、なんであいつ、あれ、あいつ、あの大仏、ちょっと待った、ちょっと待った、なんだあれ、2つ目やってきたぞ、あれ。なんだあれ骨どこらへんっていうかグッスンおるが。これあれなんだよね、初見で見た時ちょっと一番もさ、なんか鳥が飛んでくようなあれなんかなーってちょっとイメージした。そんなやつなんかあるんかなーって。グッスンあかんやつね。ちょっとあ、でもさすがにあれかかりゃぐっすん防げたな。防げたな。一応ぐっすんあれだったな。あれもかかっとるでか。全体がかかっとるで、ここはまあいいか。ここはこっちにしとくわ。とりあえず何にもなんか相手のデバフじゃないけどかかっとるわけじゃないから、遅延カウントもあれだもんな。たまにあれだもんね、そういえば4枠とかになんかあの大仏置いとる人とか。あれで間に合うでいいぞ、うん。で、あのあれ、あのあれ、最終のあのあいつ、あれあれ、あの琵琶湖、あれによーゴス殴られとる。私のゴスよー殴られとるよ、あれ。うん、よーほんとあれでね、パチコン行かれとる。ありがとうございましたということで、なんかこれ変えようかな。ありがとうございましたということで、変えようかな、なんか。変えよう、なんか。人間あれだね、負け出すとなんか弱気になってくるね。どれがあれなんかなとさ、ここら辺をやっとったんですよ。庭くんとこがさ、あのスズメ置いとくとさ、ずれた時じゃないけどさ、2つカバーが絡むとさ、どうしようもあれだよなと思って。本当にその回答順とかがさ、すごい、なんて言うんだろう、雑いって言ったら言い方悪いけどさ、敵まみ方も本当にポン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 引っかかってるの見とるとさ、それ利用した方がいいんじゃないかなと思ってさ。全然あれだね、参加状況あれだね。ちょっと今どんなもん、もう230おるじゃん。あんまれ入っとく。こうやって1だとなんかあれのやつとかないよね。入っとくか。そう、これこれこれ。どう思います？天才だと思わん？思いません？これどう思います？これダメなやつだな。似とると思いません？あてなって。で、思いません？最初見た時分かった。いや、私思ったんですよ、天才と思って。こうやって世代的に言うとどれぐらいになるの？天才だなと思う。そう言われや、なんかあんなやつなんかいそうだよね。なんてあれって、クロスかなんかだったか、ゴールデンクロスかなんかだったか、あれってあったよね、あったよね、確か。うっすらーとなんか思い出してきてさ、うん。
まあ不毛なあれだろうな、バターリアでバターリアはみたいな。水であいつはいけんもんね。そう、ニスズメか。早いもんなみんな。それはもうあれだな、稼いもな。両方引っかかるぞあれ、どっちか取ってないと。ちょっとあの今のスピードで見てなかった、危なかったな。のんべの連撃を打ったでよかったな。変えてくるやつだね。どっちにしろでもそこ行くしかないんだもんな、ここだもんな。のんべのなんか流れ弾止まんかなと思って。232割だな、さすがに。ここあれだね、全部3か。そっちってことだね。50% かかった時どんなもんなんだろう、あんでヒルズのやつ。4000とかなんだ。はあ。残数的にはあれだね。ああ、水があれだねってことか。うん、落としたほうがどっちにしろあれだな。巻きかかっとるもんね、今。火しか打てるのおらんもんな。これで全体かかってここら辺？ここら辺？怪しいなこれな。あのあれがかかったで。そうだ、300とかだもんね。ダメージ入らんわ。バターリアが3だで、3さ、こっちだなやっぱり。これ最初見た時思わんかった、モーションって言うんだと思って。他のがどうしようもなくなんか当てはまらんもんでさ、本当はバターリア先行きたいけど、あ結果的に全部あれだったか。これでオーボーツがあそこら辺が全部並んどるやつで、どっちみちあれか回復するんだな。こっちだね。でも本当にこの秘密なんて言うんだろう、低コストになる130ぐらいって、中コストぐらい水があれだね。でもどっちにしろそうだね、ここら辺落とさなあかんだな。何言おうとした何言おうとした、ちょっと待って、秘密の何言おうとした。火力で押せんのかなこれって、どうなんだろう。あれスキル使ってくれんの？後ろがあれだでか、あのもう一個おるでってことか、耐えるで、そういうあれかな。なんだあれ、なんだマミーさんか。
couch potato, then cabbage, kitchen tomato, floor bacon。マミーさんだと 100% だって、その後に使ってもあれかなと思った。 100% じゃない、80ぐらいだったか、確かそんなもんだったよね。90だね、ちょっと違ったね。ありがとうございましたということで、まあこれでいくわいや、怒ったからそんなことじゃないけどさ、ありがとうございましたということで、この 3,4,5 さ、ありがとうございました。なんだお風呂屋さん、それからバターリャでゴスを固めて、1,2をなんかこちょこちょ余るコストではめとったんですよ。あれやったりこれやったりって、いや後ろにゴス使っちゃうとそんなにあれですが、コスト叫んすが、まあそれは後であのお話しいたしましょうってことなんですけど、型がないんだろうな、多分ね。もう型があるとあれだよな。そればっか真似すると面白くないってなるわな。なんか秘密のでもなんか一本筋の通ったやつないんかな。これって絶対さ、かばってさ、全体かけて蘇生とかさ、かばって、3枠までかばってさ、4で蘇生入れて全体とかさ、秘密でめちゃくちゃ通用しにくいよね。バターリアの影響で。うまくいくときもあるけど、いかんときのが私なんか多いかな。あんまなんかあれかな。今日はあんまそういう構成見んかったね。どれもどれもってことか。まあ私これ行くしかないだろうな。そこしかないもんな。火力的にバターレ売ってんのはバターレだって、いや、あなたあれ、あれが売ってんの分かっとるな。これでもそうだけどさ、あれ引っかかるじゃん。スズメとスズメは2台で行かなあかんけどさ、あの回答の速さにちょっと勝てんのさ。でしょ、引っかかっとるでしょ。で、あいつ前に手届かんでしょ。Get well soon. Good luck. I miss you. See you again. ん？ここはもうあれだもんね、絶対に色変えんわな。私さっきちょっとそういう同じシーンでやりそうになっちゃってさ皆さんに言われたけどさ、ほんでもうやむえなしに変えてくるわな。こんななんか不毛の戦いじゃないけどさ、すっごいなんかダラダラ試合した試合じゃないとあれなんかなって、火力構成でやってもなんかそんなにうまくいかんしさ。秘密はなんかあれなんだな、すごいの出てきたな。出てきたか。絶対水止めるまんみたいなやつだな。相手火が2人だもんね。これでまだかかっとる誰か。私が逆、あ向こう行っとるならいいよ。だったら私こっち行っとくわ。そっちの方がいいだろう。あれぐらいの体力なら多分打てるだろう。火の二人の私らで田島行った方がいいもんね、あれだと。音入っとる、大丈夫大丈夫大丈夫。ぐっすんもあれ絶対あれなんだよね、狙っとんだろうなあれ。なあ
ゴスとか絶対あれなんだ、ウーマンとかそこら辺の最終の本当にあのあれ、さっきも言いましたが白虎よう見たよあれ。ほんああなんだサンクスって、そうサンクスなんだ、ちょっとかけとこう。てかこれ見たい、どんなもんなのか。グッスンパンチ何にもかかってない時、全くバタリアとかかかってない時どんなもん来るんだろう。計算しないと分かるとか言われたらあれだけど、こういうのも覚えときたいよな。どんなもん3000なんだ。ああ半分ぐらいは削られるんだあれで。ほう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 。ってことはあれ1万5000とか6000とかぐらいはあれなんだ、打ってくんだ。1000いくつなんてあれ1000パーぐらい確か。ゲップ出ちゃったまた。さっきお腹減ったもんでさ、ポテトチップ食べたもんでさ、食べるのめんどくさかったもんでさ。ありがとうございましたということで、誰も今の誰もな、相手何も言わんかったね。ありがとうございましたということで、普通なんかああいう時ってリーダーがもう何あのスキルウェイトみたいなこと言ったりしますが、それか他の人が誰かが言ったりするか、それか自己判断でもうねっていう時ありますが、で自己判断で使わんかったらもう全員が合意になったら何も言わんみたいなシーンは結構ありますが、水だな、なんか欲しいな。あの風変バージョンみたいなの若い子のあれもやりましたよ。なんかあんまりしっくりこんかった。ちょこれ上昇するのでもあれな、上昇する先生おるからさ、今日は、今日はっていつもおるけど、おるからそれなんだよな。これどんなもんなんだろう。信長あれかな、撃てる、あれ撃てるってことやな、行くしかないで下げたとかそういうこと。6000かっちり撃つんだね、すっげえ撃つんだなあれ。あそうなんだ。あさすがあれ、朝ちゃんあれだね、早打ちマック進化ったよね。あいつの場合カットじゃなくてカットしたまま向こうへ行っちゃうからな。私がでもあそこ行くしかないもんな。流れ玉が水3人のどれかがうまく飛んでくれたらラッキーみたいな、うん、しかないもんね。であれも火を吸っとるんか。うん、こういう場合は私ら無視してあの残数追っかけてくれた方があれかなと思う。行ったら行くわ。一応アイバイって私が先に行ったら終わりなんか、火があれだからと思ってるんだけど、そっちの方が良かったのかな。そっちが良かったかなあれ。そっちのあれだったんだろう。これでこうか。あドラゴンがおるね。これさ、この手の問題さ、
会議中とさ電話のやつがあるのでさ、やばい、だからちゃんと読まなあかんで、全部ちゃんとあれだよ、そんな答え丸暗記みたいなことやってかへんよ。対戦向きに言うと若干そういうようなことをするようなこともあったりなかったりしたりしたりはするわね。Although, whether, inside, decide. 1,2,3 か、もらっとこう、これは。だったら今、出よう。うん。Although. 風さんだから、あ、でもあれか、ヒルズ来とるでかんか。あ、残せたな。よかったよかった。いけたいけた。よかったよかった。結果オーライ、結果オーライ。うん。I can. ここどうだろう。そうだね、もう一回蘇生対象にできるもんね。うん。Do for a living, make a living, take with a living, have a living。とりあえずのところは。うん、これであれだもんね、全くあれだもんな。二色の時は難しいよな、さすがに。これだけだったらなんとかあれじゃないかな。このサインのやつもさ、これあのもちろんそのなんていうんだろう、芸能人が書くようなサインとさ、なんかホテルとか泊まった時に書くサインとさ、なんか署名みたいなやつあるじゃん。で、動詞の方のサインと名詞の方のサインとあるじゃん。サイン結構めんどくさいね。どうしたら急に真面目なこと言い出して。全体あれだね、さすがにいかんかったか。なかなかあれだな、秘密もな。やり続けて一日どうなんだろう。最後そうだよな、全体とか火力計入れたくなるよな。グイネスとかご来の信玄とか置きたくなるもんね。あとあの岐阜のやつ、ありがとうございましたということで。どんなんがあれなんだろうな。ありがとうございましたということで。二枠で言うとこう、火のはやっぱあれじゃない、やりやすくない、そんなことないです。ありがとうございましたで、まあ、もちろんそんないいねばっか出てくるような時ならあれだけど。に、そうだな、火のがなんかやりやすいかなって。あ、デンマークもやった、うん、やってみた。なんかそこそこだったようなあれだけど、でもあれだな、そんな勝率見るとそんな全然これ良くないからダメだに、多分、うん、良くないに、これはレートの上げ下げはまだあれなんですよね。でもレートが下がっとるってことは何、買っとっても引き分けが多いってことだもんね。だから勝ちきってないから出来的にはあんまあれだよね。まあ出来的なことばっか言っとるけど、うん、あれやめとこうか、だったら、うん、どっち行った方が良かったかな。あ、向こう行った方が良かったかな。私ごめん、これしくったわ。でも朝ちゃん向こう行っといていいか。あそこそうなんだよな、本当は。この2択はハマるでな、ハマるでな、これしか私食べれんでな。
僕はさすがに尿酸かったわな。全水だねな。そう。まあ、たまにしかないぞこれは。いや、お産方がこれ逆にいいに。うん。そう。ここでようやくあれだろうね。そう。火を吸っとるであれだけど、どっちにしろターゲティングに行くしかないでな。あれ、あの前カットだからあれだよな、ヒルズの方も待てよ。そう、これで、あ、でも一応あれか、言っといた方がいいな、弾飛ぶのあれだで。そう、早えな、早えな、 ED 見て LY だろうなと思って押そうとしたらもうあれだ、早えな、やっぱな、早えな。あっちじゃなくて私の球はあそこでスズメの方行って、うん、まあ結果オーライだった。あっちの遅延は効くってことだな。ここら辺まで届かんか、ウーマンだな一応数的には。2つあるであれだけど、2つ使えたでよかったよね、まだな。んで、ここなんだな。うん、多分飛ぶだろうと言われて、いや一応下げたけど、打てるのは分かっとるけど、ヘビが打ってくれるだろうな。何も壁かかってないもんね。結構風のあれ多いね、多いねあれね。間に合うかこれ、あれかかるだろう。かかるでしょう。まあ一応タゲってみたけど、 80% 結構硬いぞ。いけたんだな、そういうのも覚えてかなかんな、うん、体力的にっていうか残数があれだな。向こうがあれなんだな。今見とったあのタグのあれのやつ。まあなんとも言えないあれだな、戦いじゃないけど、なんか決め手になるとこあれだよな。こうやって泥試合でもずっとこういう試合ばっかりですよ。だってそんでなんかほんと運よく勝ったり、まあ見た目にはね負けたりみたいな展開で。この問題さ結構思いますね。ウィズアウトとエクスペクトのなしでと除いてって、ありがとうございます。文法的な観点除いて、だから今ちょっと固まってたんですよ。ありがとうございましたということで。早いな、最速だもんな。ありがとうございましたということで。難しいな、秘密な。こんななんか、なんて言うんだろう、補足ではないけど、なんかねちっこいさ、あれで、で、
これだからあれなんだよね、あの引き分けが多かったりとかでさ、あの勝ちでもなんだろう、引き分けでも勝ち判定になりますが、そんなもんであれなんだろうね、全然なんて言うんだろう、成績的に勝ちきってないんだよね、内容が。何がこれ決めてあれかな、なんかごちゃごちゃはめていくみたいなあれかなと思ったんだけど、じゃあこっちとか、うん、ほんとはこのあなた、これストックレー同士でお互いとこがあれだよね、一番、うん、こっちにしといて、アマチュア、イージー、アマチュア、アマチュア、アマチュア、意外に私これあれなんですよ結構慎重になる、アマチュア、ピグメンじゃあれだよな、1600だったか、あでも打てるか、あ1600じゃきついか、あ残り分一発分もあれだったんだな、これ嫌なあれだな、選択肢だな、これはハマる選択肢だわ、これは、うん、翡翠にスズメガレか、ヒーカット継続の水水で、ウーマンが全カバーで、それを抜けんと次にゴスコアを取るで、なんだあれ、二条城か、三三どっちにしたらいいんだな、ゴスコ半壊まででもあれだったんだな、なんとか、これがあれだな、さあこれはウーマン先か、ウーマン先だな、普通なら分かってても私行くしかないもんな、でそういう時に限って逆にあれなんだね、あそう水先行くとあって引っかかるんだよね、逆だったんだな、あっち後ろだったんだ、そっち行っとるから、ちょっと待てよ、こっちとか、80代で無理だけどな、芋煮ぐらいにしといた方がいいよな、これでトンちゃんほじくりってやつか、すっごい不毛な戦いだねこれ、なんかソセイ前ってことは完全あれなんだ、届いたんだね、トンちゃんいくつだった、 3万ぐらいとかあるけど、今何たは分かってなかったでしょ、あんまり、うん、あんまり分かってなかった、まあここら辺だよね、50% でもあれだもんな、シャボテン蘇生後に使うぐらいやったらあれだもんな、これでっていうところか、ちょっと私が間違えたから、でもザッとのあれだで B のやつだなと思って、これで
あと全あそうか連絡あったのか。Where is? Where in? Where on? Where live? これちゃんと読まなダメなんですよ。いやどこから来たんですかね。分かるでしょ。Where is? すぐ行っちゃダメなんですよこれ。行っちゃダメなんです。インのやつもあるんですよ。だからそういう覚え方していかんって。そういう覚え方していかんって。まあ早押しには向いてたよね確かに。向いてはない。Feel embarrassed too. Feel relieved too. Feel good too. Feel free too. Feel free too. ありがとうございましたということで。ほっとなんか決め手にかけるなこれな、なんかな。ありがとうございましたということで。自分の中でさ、なんかデッキが確定しとるときってさ、負けてもさ、これはこうだからまあしゃあないよみたいに思いますが、で、こうやって私の今日みたいにさ、確定してないときってさ、なんか本当になんていうの、ハラ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 なんとか勝った、あー、もう少しいけるかな、負けた、みたいなさ、自分の中になんていうのコアな部分がないっていうかな、なんかデッキに対して。今日のこの環境だったらここにこういうのとこういう感じで置いときゃいいんじゃないのみたいな自分でさ妙な確信があるとそれが合っとるか間違っとるかどっちもいいんでしょう。どっちもいいんですよ、うん、もう今の自分の状態でさなんとなくこれじゃないかななんかやっとるとちょっとこれなんかちょっとまあ風取るでまあこれじゃないのみたいな、うん、でもこれ本当にさそのデッキ理論じゃないけどどう思います？あとで喋りますけどさ、例えば他の人のやっとった構成とかでさ、やってもさ、丸パクリとかしても、自分がやるとそんなになんか連勝できんかったりとかありません？逆パターンもありますか？今、あれ ?58 分、もう最後じゃねこれ。ちょっと待って、最後だから。喋っとったら最後だから。これ最後だ。ラストだ、ラストだ。ちょっと熱中しとったね。うん。って思いません？なんか、そういうのって。逆パターンもあるでしょう。多分。最初から言ったけど。私がやっとったやつでもなんか真似したら実は良くなかったみたいな。あっち行くね。私これで行った方がいいわ。あ、違う違う、こっち行った方がいいんだ。こっちでいいよ、いいよ、こっちでいいよ。ストックレーはストックレーで行ってあげた方があれだもんね。多分水とかがやりにくいと思うでさ。うん。それは思っとる。これだとこれぐらいしか私打てんな、多分な。ほんとここら辺なんか一発でなんかパチコンってなんかもあれかエトナ使えばいいかエトナ使ったってあれだなああやって風呂カバーとかおると全部シューって持ってかれるなもったいないやもったいないな全体でそれ飛ばんもんでで二条城来たかちょっと待ってどっちしろ行くしかないもんなそうたぶんあれだね、覚醒早行けよみたいな。お前ターゲットを偉そうにして早行けよみたいな。どっちでしょ、火カット行こうがあれだもん、火で行くしかないでね、あれはな。50% カットでも。まあみんないろいろ本当に考えるな、なんかな。うん？トンチャコンボだもんな。そういう使い方もあれだよな。これでだって、ウシコさんと、なんだ、メテオか。あれ守っとるもんね。そう、ウシコは体力少ないで、メテオの方行かなかもね。ウシコさんが残っとるな。うん、行ったね。もうこれは惜しみなく使う。うん
で、ここだな。撃つしかないな。行くしかないな、あれは。逆属性でも。硬いな、やっぱな。体力5000いくつあるもんな、あれ。強いな。強いな、やっぱな。竹島かかと余計あれだな。硬いな、あれは。風が誰もいないであれだけど、ちょっと待てよ。行くしかないもん、絶対行くしかない。ちょっと待てよ、こっちまでか。待て待てよ。22か、22ずつあれだね。うん、どっちがちょっとあれかなって。竹島かかっとるもんな。生き残り分でなんとかだったか。こうじゃんな、あとは。全然かかったぞ、問題あと次の回復か。もうあれだぞ、1時3分だぜ、もうこれラストだれな。もうこんでできんぞ、これ最後だぞ。ありがとうございましたということで。なんか本当にあの自分の中で決定打がない、これは。ありがとうございました。うん、ないわ。ない。うん。ありがとうございました。ということで、お疲れだね、本当で。うん。ということなんですけど、終わりです。ございます。入れんよね。入れん。今、でも対戦2組しとるな。ということで、こんな感じなんですけど、よくないよな。55、32。よくないな。よくないな、なあ。そうだよな。勝ち切ってないであれなんだろうな。レートが下がっとるんだろうな。勝率と、ああ、でもそうか。そうだな。うん。多少の勝率あれでも、勝ち切っとるときはあれだもんね。レート少し増えたりとかしとるもんな。もちろん終わるタイミングとかも言い訳するなということで、なんですけど、とりあえずは。うん。いや、自分の中でこれはっきり言うけど、あの、決めてないですよ。最初やっとったやつ。やっとったやつか、最初これにしようかなーって、12時前ぐらいかなんかごちょごちょやりだして、後ろの方をちょっと変えたんかな。順番を変えたりして、コスト変わらんから、ゴスを前にしたり、後ろにしたりとかして、で、全体を入れたりしたんだけど、まあ、途中で最初でねちょっと負けたでやめたんですけどさ、これが要は何て言うんだろう、今日の勝ち頭じゃないけどさの構成に近いんですよ。おう、3は違う、3と1は違う。要は何て言うんだろう、所定コスト下げ、後ろに使っとるもんでコスト下げもんで、2枠ヒルズで落として3枠風変して4枠はゴスで守って5枠グイネズでね回数攻撃打ってこうみたいなっていう構成なんですよ。でまあ結論はその先生は勝ったんですけど、私がやってみるとそんなに分かって、これあれだよ、あの構成が悪いとかそういうこと言ってるわけじゃなくてさ、こういうのってなんかねうまーくそうまた言っとるけどさ、ロジック化じゃないけどコントロールできんかなって。でもあれだな、それ言い出したら例えば仮説としてこのデッキがさ15連勝しとるデッキだったらさ、これ誰がやっても大体10連勝とかそれぐらいしちゃうデッキになっちゃうよな。そしたら面白くないよな。
その集会のあれだもんね、デッキと一緒だもんね、米倉家みたいなもんだもんね。このデッキだったらこういう風に何ためにこことここタゲしてみたいな風にしてけど、ね、パネルはこれが出てってやってきゃねできるみたいなやつ、誰がやってもあれだもんね、同じ連勝とか似たような勝率になっちゃうよな。それはそれで面白くないけど、それ以外の要素ってどう思います？いやもちろんあれだね、俗に言うとこの味方運とかっていうとこもありますわね、敵運じゃないけどね、敵に7個ばっかり並ぶとかね、逆に味方に2部屋ばっかり並ぶとか。でも運ってあれじゃない、ある程度長いことやるとイーブンになると思いません？確率的に。いやこれが例えば課金してさ、あの味方運がいい、なんかああいう神社祈祷とかあるんだったら別だよわかるわかる。例えば極端に言うとさ、なんか同じランク同士があったらさ、あの味方に S ばっくるとかさ、いやそういう課金とかあるんだったらわかるけどさ、あるもちろんそうだな、タゲの怪盗陣はあるわな。ああいうのって、ああいうのって実は今日すごくでかいと思ってる、見とって。だから構成をなんて言うんだろう、火力とか、ね、さヒルズとかで押すよりさ、ああいうカバウ系のやつばっか、特に色ばっかのね、俗に色立てじゃないけどさ、そっちの方がお風呂屋さんタイプっていうの、それかもうゴスみたいにガバッと全体受け止めちゃうみたいなっていうのを使った方がいいかなと思ったんですよね。特に2とか3枠ぐらいの時とさ、結構1枠っていうさ、細かいここら辺のカバウ系のやついますが、待ってくださいよ、ここら辺に行くと桜子はあんま見んかったか。これちょろっと見たけど引っかかっとるのもあったね。火とでもあれだね、ニューとここら辺重なっちゃうとあれだよな、竹順やってもなんて言うんだろう、かばう方のが調整できるから本当によく見て、なんて言うんだろう、回答順見とる人だったらあれだな、これ押し直したりして買いや引っかかるわな。っていうか要は狙いたかったのがさ、例えばこれ火かばうですが、パーセントか言えばとりあえず火かばうタイプですが、でこれ水かばうタイプですが、この手のが2つ並んだ時でまず抜くのきついよね。例えばヒルズで何あの水特攻があるからあのスズメの方行けば撃てるとか言っても結局こいつの方引っかかりますが、ただこれだと捨てが低い分耐久値も高くないから、ヒルズとかでちょっと計算してないんで分からないですよ、行けたりするんだったら撃てちゃうけど、これ逆に耐久値高いタイプでさ、ヒルズとかでも行けんようなやつとかだったらさ引っかかりますが、だから2種類おるともう ほぼ引っかかる、敵も味方も手を持っとるから、あれあの超反爆値なんか勝つ方法ないんかなと思って、攻める方がすごい有利だよなって。何火力のオーバーキルで撃てるような状況だったらいいけど、そのカバウを超えた火力出せる時だったらいいけど、それ以外の時は大概引っかかるよなと思って、でここら辺で結構多いですが、一滴はこれはまあ見んかったね。フォークは見んかったけど、まあニューはよく出てくるってことですか。でこれちょこちょこいますが、でこれでもまあコスト割いて使ってくる人は使ってきますが、ガリスは今日見んかったかな。これも見んかったね。これよう見たね。これを引き継いでってなんか多分やろうとしてる人が多かったんだろうね。火引き継ぎを。だから3枠割れなんでね、風に変えたいっていう狙いの人もったんだね。ここら辺結構多いっすか。ね、色バラバラで、風、火、水あるから、引っかかるよね。風変もできんくなったりじゃないけど、二条城抜ける火力あるならいいけど、佐島とか使えてぶん殴れるんだったらいいけど、そういうわけにいかんもんね。これの2種類うまく引っ掛けるといいかなと思って、スズメにしたんかな。本当はこの手のさ、俗に言うなんだろう、進化パレンケタイプじゃないけど、宇和島いますが、割とやりやすくないっす？風に変えても火で折れるし、もちろんニューとかが打てんっていうのはあるけど、水カット地味に地味にでかいですが、風に変えられたって宇和島自体は痛くないですが、他の水とかは痛いけど、こういうのよりなんかあれかなと思って、ここら辺のところをさ、いや全部が全部それで通用するわけじゃないけど、2色のカバウを出してごちゃごちゃにさせるみたいな、うん、だから他の人とずらすみたいなっていうのがいいんじゃないかなって、割と引っかかりやすいっていうの、見とるとなんていうの、これ攻めとるわけじゃないけどさ、
水なんだけどさ、このこれこれスズメをたける人とかさ普通にいますがね、そういうとこを逆に利用した方が、今日すごいなんか、いや目立って見えたんだ私には、いつもよりなんか低コストで余計あれなのかな、単色とかだとそんなあれだよね、あんまりそういうなんて言うんだろう、カバーが通用しやすいってわけじゃないですが、違う色に変えや通らんわけだし、それから回答じーっとしてるとか、今日なんかだともうなんかポン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 、何回答何分かったら分かったらポン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 言ってるような感じで、でそれがもうサク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 当たったり当たらんかったりしてっていうのが、うん、目立ったよなとずっと思った。最初やった時はなんか思った、なんかこれじゃなんか全然あれだと思った、そこら辺のなんか運要素結構でかいよなと思って、うん、そういう風に逆に利用した方がいいんじゃないかなって。って言いながら成績良くないからあれなんだけどね。うん、まあということでデッキ行きましょうということなんですけどさ。うん。ゴスがさ、最終に置いた時にコスト41で3万半ばぐらい弱だったか。で、ウーマンが5万いくつだったか、半ば近いぐらい。で、当然火と水でね、属性アイス違うでコスト差が4ある、どっちがいいんかなと思ってちょっとこのパターンもやってみたりしたんですよ。で余ったコストでしゃあないで書店 どんなもんかなと思って、まあ3000ぐらい火力あるやつで桃太郎生きてたんかな、うん、宇和島タイプか34、うーんとフロイヤとバタヤだか、あそこを固定にして後ろをあれかコストにしたりしとったところをこちょこちょあと1に変えたりとか、宇和島とかヒルズとかで、その余ったコストとかで所定をはまるようなやつにしたりしとったんですよね。まあ、結局あれなんだろうな、この成績で来とるかしっくりきてないってことだろうな、うん、自分の中でもなんかしっくりきてないもん、うん、ああやってみたけどなんかあれかな、他の人がやっとるの見るとなんかスカッと決まっとるかなって見るけど、変えざるを得んけど、ね、後ろにも何蘇生積んどるからさ、100パー系にやつをあるけど、意外にあれだね、敵にバタリを打った時とか火相手に風に変えるってもなんかあれだよな、もう送信とあれだもんね、水の何カバーじゃないけどあのバタリとかかかったとか抜けんからっていうのね、なんかな、三枠竹島説じゃないけどさ、一緒に耐久稼いで三枠でって思ったけど、あんまりなんかあれだった、やってみたけどそんなあれだったね。であれ篠島ってあいつ誰だった、ビーグベンか、これで倒せるんだね、あっさり、だからみんな使っとるんだなと思って思った。そんなにあれなんだね、優位性があるってわけじゃないね、ウに使うまでもないんだね、1万ぐらいとかダメージ出しとったよ、当倍になるとかな、ヒダで、そういうことかな、もうまあいいわということで、なんか風編もよそから見るのと自分で使うのとなんかあんまりあれだなと思って、やりにくさあるよなと思って、4枠のバターリアがね兼ね合いとして、うん、いやこんな構成なんですよ、そのハイパー連勝は、まあ、名前は想像してください、分かると思いますがどの先生かは、うん、多くは語らないです。所定はまあ余ったコストで所定違いますよ、でヒルズでさっきも言った通りに、まあ、落としてって、で3枠風変して、で4枠ゴスにして最後連撃か、みんなで4回か殴ったろみたいな、三枠の風編がなんかあんま私やるとさ難しいよなと思って、うまくいかんよなと思って、でもあのね2回やって2回負けとる2回目は私こんなこれこのコピーデッキ使って負けた、うん、とかそういう時ってどういうあれなんかな、まあもちろんなんて言うんだろう、1対1でやるわけじゃないからさ、自分以外の4人のあるし、当然そこら辺のね後藤とか街道順とかも複雑な要素が変わりますがあるけど、まあ相手だってさ言い訳するわけじゃないけど、乗っ取るときはやっぱあれなんだよなと思って、だからそれで逆になんていうのは似た構成でやっても勝てん、自分で言うと、でその先生で言うと練習しとるっていうところ、なんかコントロールできんかなってなんか
ね、結構天と地の差があるぐらいの、これだから別に構成が悪いとかどうのこうのじゃないんですよね。そういうとこってなんか、いや本当になんかそう思ったんですよ。デッキだけじゃないんだよな、だからな。ただ色編はでもこんな感じでさ、ちょこちょこ多分使った方がいいだろうな、あんた練習した方がいいわ。ゆるがりでもいいで、ゆるがりはあれか、めんどくせえか、うん、やっぱそうだな、対戦で勝ち負けじゃないけど、そこら辺のところのさ、なんていうんだろう、改善っていうの、あ、別になんていうんだろう、勝率の8割9割とか10割とか目指すとか、そういうあれじゃなくてさ、5割だったら6割目指したいじゃないですか。6割だったら7割目指したい。だからキリがないんですよ、これ結局。7割になったら8割目指そうとする人は 7.5 でもいいしさ。で、8割になるとさ、今度9割とかさ、なんか夢の10割とかって言い出すもんでさ、キリがないんですよ、これ結局は。だからそういう場じゃないとなんかあれだよな。練習多分ならんよね。ああ、ゆるがりとかとなんかあれかなと思う。3人と5人もまた違うしね。複雑な要素が、うん、ということ、そういうことです、そういうことです。構成的にはこんな感じなんです。初手は違うから想像してくださいということで、なんかそんな感じで作ってみたけどさ、はたから見るとなんかあんまりだよな、やっぱり。これやっぱ難しいのもあれだよね。あの風に書いても。みかんとかが何、味方とかによるとそのバーッと吹っ飛ばしていけるけど、そこだよな。それがあれか、低コストという、中コストという、難しさだったとこ、やってみてなんかしっくりこんかった。これ一応今までやっとるのってさ、大体全部ある程度買っとる人とかに近いような構成なんですよ。そこら辺はアレンジしたりしとるんだけど、ね。でも今日安定して難しいんじゃないかな、なんか。これでもそうなんですよ。だって別に見た目の趣旨的にはあれだもんね。まあ初手はちょっと違うけど、別にイベホ使ったってあれだよね。ピグメンおらんかったら耐久ね、どっちかいうと今日だって初手なんていうのコストを安くしとる人の方が多いですから、自分含めて。あんまりイベホとかなんか水の交代球とかバチって使ってっていう人もいますけど、相対的に多分少ないんじゃないかなと思う。その分後ろの方とかにさ、コスト回しとるっていうの。これでも別にそうだね。フレアコンボじゃないけど、バターレア使って、まあよくあるパターンだね、秘密のね。で、最後別に水であれだもんね、蘇生率高いの使ってるから。200度でもちょっとあれだね。あの、風編は、やりにくさない？なんか。2より3の方があれかなと思う。ねえ。まあ、難しいわということなんですけど、そう。こんなような感じでもどうかなってやってたんですよね。いや、だから2枠を宇和島とかより、スズメとか3色とかのカバウにして、ね、2色のカバウを味方内で演出できんかなと思って、そうすると余ったコストで、まあ、しゃあないでストックレーンでも入れとくかみたいな。ストックレーンはでもやりやすいな、あれはな。ストック例でよく出てくるミカ先生があれなんだよね。乱数剣なんだよね。私ミカ先生結構使ってたんですけど、ストック例あれなんだね。倒したら倒せんかったりするから、色変えんかったらね。やりやすさはあるかなと思う。ただ敵があれだな。どうしてもあれ、あの、火力とか体力多かったらあかんもな。バタリア、ま、バタリアじゃねえわ。リスボンまでコスト避けんもんね。どうしても後ろをさ。このやっぱ3、4、5か、ここら辺を固定しながらっていうやり方がずっとあれだったかな。スズメをやり出したの遅かったんですけどね。これが結構長かったんかな。悩ましいとこだ。これでいくと逆にあれだよな、2枠ヒルズじゃない方がいいよね。マタドールとか、それから二条城とか、あんで、あとなんだ。スズメか。カワウ系、防御系、そんなあたりが多分。で、それで三笠先生にしとったんです。いや、普通なら何、火力高いやつのが、って思いますけど、意外となんかポツーとちょっとミリ残しじゃないけど、あったから、これぐらいのやつ置いた方があれなんかなと思って。あれだって、水で倒媒って言ったって4000だから、3000ぐらいだとちょっと足らんよね、火力確か。3000、もうちょい。
200とかあるのか、3600ぐらいとかのやつじゃないと多分あれじゃないの。3000だとあれでしょ、曖昧ラインでしょ、多分4000は水の1割2割もあれでしょ。でどうかなってやつは、ただ三河先生非常にタゲしにくい、ストックレーンがたあのタゲレーンっていうのが非常にやりにくい、ハンコとかあそこら辺はなんか恐る恐るなんかタゲていかなかんで、うんね、そこのやりにくさはありますけど、まあこんな感じのずーっとあれだったかな。ゴスとバタリアを後ろにしたり先にしたりとかコロコロして、フレアの位置は変えれんから、どれがいいんかなって、どれやってもなんかあれだよなということで、うん、ニューバーンチョか、一応コストはまあぴったりなんですけど、別にこれでもあれだわね、同様でもいいよね、これなら別にストックレーとかのあたり倒せるか、もうあれだわね、ちょっとあくびでそうだったけどリスも諦めるしかないもんね。まあでもあれだろうな、バタリアで引き継いで最後ゴスの方がいいかなと思う。あそこにゴス行っちゃうと、そこあれだろうな、バタリアジョーンズで 火結構通らんもんね。あ、水結構通らんもんね。うん。って言ってもこの成績なら説得力ないわな。そうなんですよね。ということで。ダメだって。全属性はあかんわ、これ。何もかももらうもんで、ま、バタールだけ水かかっとるとかじゃないもんでさ、その他になんか子供ドラゴンとかおったり、それから何、フロヤの残りとかおったら、何にもたげれんもん、ずーっと騙しかって、なんか最後までおらなかんもん。これは逆にやりにくかった。単色の方がいい、本当に。水風とかでも本当そうです。あれ思うわ。副属性じゃない方がいいよ、逆に。で、芋煮率がめちゃくちゃ高くないから、高くなかった、私使ってる時はほとんど引っかからんかったもん。みかんとかも全然おらんかったもんさ、引っ掛けてくれるなら飛ばせるなと思ったけど、あんまりだとなんかこれだから使い方とかとしてはさ、昨日のパターンじゃない、まああれ無理やり使いましたけど、単色でこれぐらいのコストの時にさ、あの蛇とかが使いにくい時、どっかへどうしても入れなかん時の甘えで使うみたいな風のがじゃないかな、まだ。これだと遅延もおもろくらしね、コスト的に遅延食らう環境じゃないでまだよかったけど、ね、オールドだとこんなんだって使っとる人多かったら、思いきりあくびで、ごめんなさい、思いきりあくび出たわ。あのイハトとか使ってくられたらあかんもんね。あ、イハトはあれか、あ、水でもおるか、狙ってくるわな。新潟が今日おらんかったりだな、ほとんどそんなに見んかったもんね。これ逆に良くない。まだ火の蛇とかのそっちの方がいいわ、うん、水蛇とかどっちかに決め打ちした方がいい。食らうもん、全部食らうもん。2色あったら2色とも食らうで、これはあかんって、身動き取れんもん逆に、うん。まあなんかちょっと違和感感じて見つけたんだけどさ、今日でも見とるとなんか安定して勝っとう人は数人おりますよ、数人先生いますよ。でも多分結構アップダウン激しいと思うんだわ。あのレートの上下差がさ30ぐらい、下が30上が30っていう意味ぐらいで移動しながらで収まって取るって負けるとき多分あれじゃないかな、100近くぐらいゴボッと下がったりしんかな。勝つときは逆にあれかもしれんけど、もうなんかまあでもあれだな、最終的に勝ったときだってそうだな、100ぐらいの前後差はあるね。うん、あるある。今日でも私これ最終いくつだった、300いくつだったでしょう、200前半近いところまで確か下がっとるのあるね。それはあると思うわ、多分。で、見てなんか、ちょっと違和感を持った。いや、そんな勝てるんかなと思って。っていうこと。確信はないけど、っていうこと。さらっと、っていうこと。割とやってました。めっちゃいけるってあれじゃないけどな、2枠をもうちょっと変えてもあれかなと思う。初手に関してもまだコストは別に避けるからさ、
役乳なんかなーって。でも乳で飼っとる先生おるからあれなんだよな。私的にはなんかスズメとかのがあれかなと思うんだけど、もうカレコラでやりやすいってやりやすいけどね、乳の方が。デンマ君意外にあれだよね、火の一万はそこそこあれだったね。ゴスをただあそこに置くより後ろの方がじゃないかなと思うんだけど、ゴス単体よりやっぱあれだよね、バタリアとかなんかあそこら辺をかけたいよね。うん、思う。単体だけだと飛ばされる瞬間結構あったから、リンにはかなっとるかなと思うんですけど、いや私の構成じゃないんですよ、じゃないんですけど、私やってみるとそこまで良かったり良くなかったりなんですよね。ということで、まあ風に変えて確かに、もう風ならまず引っかかることはない。ただすごい淡白で全くなんか耐久要素なくてさ、どっか一個ぐらいあった方がいいんだろうかな。最後蘇生とかカバウとかを三枠に置くとか。ただ押し切れるって感じじゃないな。これやっぱりさ、風に変えたって所詮15,000円15,000円ですが、風の15,000円ですが、これ確かあのゴスが倒せんかったかな、残ったかな、確か風で何にもかかってなかったはずよ。風のカットとか竹島とか多分かかってたはずだと思うけど、ちょっとこれ風に変えても押し切れることじゃないよなと思って、やっとこぐらい欲しいかな、やっぱり火力的に言うと。で回数はあれだもん、6だもんね、8、そうだよな、だから引き継いだのも6だからっていうのもある。でこの海水攻撃後ろに引きずった時でもゴスとなんかかかったやつかの塊おったけど全部吹っ飛ばせるって感じじゃなかったから、っていうとこ思った。介護感もそうだし、全属性が逆にあだになっとるようなあるよなと思って、難しいなこれな。コスト本当そうだろうね、ヘビが入れれん時でも34と40台6だったらって思いますよね。どっか6作とか、それかもう何4枠構成にしちゃうとか、それで勝てるかどうかは別として、ちょっと最初の方数回やってたけどなんかあんまり魅力感じんっていうか、デメリットとかなんかでかくねえかなと思って、全属性が特に引っかかるから。逆にその引っ掛ける側にバタリア使った方が多分いいんじゃないかなと思った。似たようなコストで30だったら、バタリア確か30ぐらいですよね。まあそんなところです。まあ問題はでもあれだね、全然話変わりますけど、とりあえずいけるはいけたよね、なんとかね。ずーっとこれで、あ、すみません。あ、違う、それじゃない。これでずっと固定にしてある。これはあえてあの範囲固定しんかった。範囲固定した方が多分楽だと思ったから。いや、そこしかねえから。出題範囲が狭いからっていう意味で。意外になんかここら辺でもそうだけどさ、これでもそうか。300とかなんかのところのなんかポロッと出た方が、そっちの方が逆にやりにくかった。うん。範囲固定した方が私は多分やりやすいと思う。やっぱ狭いで。いくらなんか何、慣れてなくて難しいって思われたとしても、350とかの範囲だったら、所詮2つ合わせて700だったら、そんなに広くない範囲ですよね。うん、それは思った。これはもうあとあれだね、本当に復習じゃないけど、これだけじゃなくて逆に私あれなんですよね。これ。これにしてやりますが。中3と、それからここ。この辺りをさ、向こうと合わせてさ、2つのアカウントでさ、これとこれ両方にしながらとかにして、あれだね、周回して覚えさせたいね、解説を本当に暗記じゃないけど説明できるようにっていうところかな。文法をやって、そうだね、そこら辺のやってからの前言っとったやつ、トイックの線か、あれを仕上げて、で英検級の方の単語かで本格的になんか行きたいかな。まあそんな感じですね、まあ、とりあえずそんなことで、最終的にはまああれだな、微妙になってきたな。だけど今日のさ、レート見てもらえれば分かると思いますけどさ、これすごいと思うのがさ、とりあえず自分こうですわ。まあこのあのとりあえずのところでランクはどうでもいいや、こんなもんは。エントリー数と
勝利数とそれからレートと。だけどこれもっとさ試合数しとってさレート高いってことはさ、特に今日の伸ばしとったってことはさ、これもっと勝率いいはずだからさ、その回数こなしてその率が高いと、これいや多分皆さん分かると思います、素晴らしいことだと思うんですよ。対戦数が少なくてレートとかは割と伸ばしやすいと思うんですよ。だんだんこれやっぱり回数っていうか試合数増えていくと率もやっぱり維持しにくくなると思うんですよね。50戦の時の7割と、極端に言うよ、300戦の時の7割とは全然やっぱ価値が違うと思うんですよ。別にそれでなんか優劣つけるわけじゃないですよ。いやそれ絶対分かってもらえると思うんですよ。長くやればやるほど絶対維持していくの難しいと思うんですよ。いや全部が全部得意な条件じゃないですか。得意だと思ってもダメな時ありますが、この条件前回こういう風で良かったから今日もいけるなら余裕こいてやろうかなってぶっこいたらデーラ負けてったっていうあるあるじゃないですか。だからそれすごいと思うんですよね。本当に試合数が多くてね、特に何にレートもね高い、絶対勝率も高いと思うんですよ。低いわけじゃない、絶対自分より高い、そんなも当たり前だと思うけど、でさらにその何回数こなしとるところの裏付けが高いからさ、まあ、うまく言葉説明できんけどさ、要はすごいって言いたいこと簡単な形容詞まとめたね、副詞でもどっちもいいけど、そういうことです、まあだからあれだね、これもでもそうだよな、これって自分との戦いみたいなことないっす。アベレージゲームではないけどさ、本当に改善のなんて言うんだろう、リサイクルを回していくっていう感じかな。デッキだけの割合、でもあれもそうなんだ、何割なんだろうね。4割なんかぐらいしか割合がない時も思うし、8割ぐらいでなんかデッキがと思うし、初手とかのイベ法をそれ使っとけばいいとかっていう、そういう簡単なパズルだとあれだけど、そういうわけじゃないもんな。で、今やっぱりさ、これほんとユルの種類が増えてあれなんですね。勝ちパターンが多様化してきとるってことかな。あとはあれだね、こういう、なんて言うんだろう、復職の盾がある時の回答速度はあれ勝てんな。まあ言い出したらいろいろあれだな、キリがないよな、改善するとこあるわな、まあみんないろいろ意見ありますよね。まあとりあえずそんな感じで終わりましょう。私はもうこんな後あれだね、復習の旅に出るよ、本当に問題、やらかしとるのはあるし、まあ、対戦レベルで別に暗記でもいいんだけど、あれただ答えありきでさ押すんじゃなくてさ、もうその見た時にさ、その並びで、ああなんかざっと説があるからこれあれだね、こういう風にでシュートがどうのかって説明できてポンって押すならいいんだわ、この並びだとそんなものあるわけがないってさ、絶対そうこうなんすよって言って、いやいいんけど、答えの並びでさ、ざっとのやつでしょ、これ多分そういう問題じゃないので、そんななんか勘の暗記みたいなね押すと良くないよね。対戦だとそんな風になっちゃいがちなとこは多分あると思うんですよね。いやどうしてもなんて言うんだろう、回答速度求められるときになるとさ、最後まで読んどったりとかじっくり言っとったり、関数がどっちだったかなとかさ、あこれあれ接続詞と前置詞、あちょっとこれちょっと動詞あるしとか、これどっち動詞だったかな名詞だったかなとかじゃなくてさ、ってなりますよね。まあいいや終わろっか、そんな感じです。英語だからね、勉強しましょうかということで、まあキリがないで終わりましょうか。どっちみちあれでしょう、また対戦あれなんでしょう。秘密はちょっと宿題だね。これといった方かな。まあいいや、少ないのお店で考えてまた出直してきますので終わりましょうということで、はいということでそんな感じ終わり。